どうやら飛ぶようですね、シーンが。こう長いね。なんかもう1時間か1時間半ぐらいで終わったと思ったけど、なんか、これまあ下手したらこう3時間超えんな、やべえな、これどうしよう。こんななんか長いとは思わんかった。さあ、雪が降ってきたぞ。冬になったなんかね。今日は全然電話が来ないね。やっぱりみんな年越しパーティーでもしてんの？それともみんなベッドの中でお休み中？あ、ニットボム。言っておくニッけトど、ボムもろった。大晦日に一人ブースでラジオやってるのを嘆いてるんじゃないよ。冗談抜きで。私、仕事好きだし。こちら、あなたからの電話を待ってた KRCT のステフです。どうぞ。よう、あ、ゲイブだ。ゲーム。これはこれはバーテンダー様。そっちはどうよ。ランタンではパーティー中でしょ。そうなんだけど、俺はもう上がったから、お前と話したいと思って。ブラックランタのじバーゃあテンダーやってたのか。曲かけて電話し直すよ。ああ、いや、切らなくていい。こっちにかけたのは、その、お前に未来を見てもらおうと思ってさ。え？あれじゃね？アレックスのことじゃね？へえ。お悩みは何かね？妹のことやろ、多分実これ。は、こ俺にこではずっ妹と来る離れか。て暮らしてる妹がいてさ。連絡するか迷ってるんだ。最後に会ったのは7年前で、それ以来一度もあいつに連絡してない。タイミングって大事だしね。無理に急いだっていいことないだろうし。いや、まあ、実際はただ逃げてただけだ。あいつを一人にしちまったから、恨まれてるかもしれないし。まあ、とにかく、連絡したら何が起きるのか、お前に予言してほしいんだ。あいつに怒りをぶつけられたとしても、心の準備ができてれば、乗り切れると思うからさ。どうだ？予言なんて、ただのネタなのに、いいの？それ言ったら終わりだろ。よし、待ってて。さあ、何の芽が出るかな？全然ダメやー。簡単にはいかないかも。マジ？そうは言ってみたものの、どうしようか。罪悪感を感じる。最初のうちは思ってたよりも会話が弾むみたいだね。向こうだって再会を喜んでくれる。でもだんだんと辛くなってく。この7年の話を聞くと、罪悪感がね。一人で空回っちゃって、相手の言葉も聞かず自分を責め続けるの。やっぱり、そうなるか。その時、あんたは私のアドバイスを思い出すんだ。罪を取り消そうとしないで、受け入れな。自分のために謝るのはやめにして、相手が本当に求めてるものをちゃんと理解しな。ステフにそう言われたのって。それで頼れる兄貴になろうと頑張るんだ。なんか相談された時は真面目に答える。でも普段から兄貴ぶって おせっかい焼いちゃダメ。この町に来て一緒に暮らそうって話もする。その話は実現する。ここに来た彼女はヘイブンに馴染んで、あんたと一緒に笑ってる。その頃には罪悪感なんて忘れちゃってるよ。そっか。まあこんなとこかな。そっちはどうだ？寂しくないか？私が？いや、
楽しいけど。めっちゃ寂しそう。ならよかった。じゃあまたな。さあ、ここから自分のターンか。自分のターン来た。 CM 読んで曲かけて電話に出る。もう慣れたもんだね。KRCT の大事なスポンサーブラックランタンでは今まさに新年のお祝いでどんちゃん騒ぎをしてるよ。今からでもお店に行けば抽選で地元のアーティストが手掛けた作品をゲットできるかも。それと毎月最終木曜日はサービスナイトだって知ってる？その日お店に行くと。よく読めないんだけど、なんとかスペシャルって書いてある。まあ言ってみれば何スペシャルかわかるかもね。年明け一発目のビール染めはぜひブラックランタンで楽しんでよね。ゲイブが店の入り口に何か置いたらしい。なんだろう。12月が終わるのって寂しくない？バレンタインまでイベントがなくて退屈だし、なんて思ってる。スパンプススーパーマーケットがあれば大丈夫。1月もテンションぶち上げたいならクリスマスのお菓子がセールになってるよ。特大サイズのキャンディーを大人買いしちゃえ。あ、ただし太っちゃっても自己責任だからね。新年の抱負がダイエット？スパンプスはまさにそんなあなたにぴったり。ジムが三日坊主でもヘルシーな食べ物でダイエットしちゃおう。元旦にはスパンプスへゴー。さて次はグリムリーズ自動車修理工場のご紹介。グリムリーズ社は2005年からヘイブンで営業してる。まだ生まれてなかったリスナーもいるかな。もしいるならセンスのいい子だね。 KRCT を聞いてるなんて。真面目なグリムリーズは祝日もだいたい営業してる。だからもし特大の花火が直撃してサイドミラーが吹っ飛んじゃってもグリムリーズがすぐ直してくれるよ。もうわかったね。ヘイブンで車の修理を頼むなら迷わずグリムリーズへ。今日は大晦日だよ。みんなパーティーしてる？年が明けたらキスして新年の抱負を立てるよね。どんな抱負を立てたか教えてくれたらヘイブンの名物 DJ 様がどうなるか予言してあげる。新年の抱負ってさ、立てた人の8割は挫折するんだって。そんな私の統計も8割でたらめだけどね。新年の抱負の話ばっかしてるけど、実は私もまだ立ててないんだ。だからみんなで一緒に考えよう。地球が太陽の周りを一周する間に私たちは9億4000万キロ旅をする。
そんな長旅のお供には KRCT が一番。新年といえばタイムズスクエアのボールドロップ、もともとは船乗りに時間を知らせるものだったらしいよ。ステフの役に立ちそうで立たない豆知識でした。2019って形のメガネかけてるそこのあなた、まだ外さないで。 KRCT のパーティーはまだまだ続くからね。世界で最後に年が変わるのは東サモア、日付変更線のすぐ近くだからね。騒ぎ足りない人は東サモアに飛ぼう。もう一回パーティーできるかもよ。脱出マジックで有名なフーディーニは若い時年中父親の店を手伝わされてたんだって。それがあまりに嫌でしょっちゅう店から抜け出すのを繰り返してたら脱出の達人になっちゃったらしいよ。今年の請求書やローンの支払いがまだの人は午前0時までに済ませた方がいいよ。年をまたぐと不幸になるんだって。ほらもう時間ないよ。よし、抱負を思いついた。来年は問題から会話のレパートリー多いなこれ。みんなはどうかな。電話で聞かせてよね。残りのネタは来年に取っとこう。虚無るんだけど。なんかもう作業芸なんやけど正直。完全にこう作業芸を春夏秋4セットやらなあかんってのがマジ相当しんどいぞこれ。マジでしんどいんだけど。ドアの下から何か入れられてる。おい電話来た、ふざけんじゃねえよお前。チケットとかかな。出た瞬間に電話来やがった。お前喧嘩ってんだこれ。人生かけてるよね。そうなんだよ、だから困ってるんだ。おばあちゃんがくれたのは4000ドルもするビデオカメラなんだ。それに照明まで。すごい。まあね、でも別に金持ちってわけじゃないし、こんな大金使ってほしくないんだ。お金の問題だけじゃなくてさ、昔僕が映画監督になりたいって言ったら、おばあちゃんすごく喜んでDVD とか本とかいろいろ買ってくれたんだけど、でも僕はもう映画には興味なくなっちゃったんでしょ。業界のこといろいろ調べてるうちにやっぱり自分には向いてないような気がしてきたんだ。なあどうすればいいと思う。プレゼントを返したら絶対におばあちゃん傷ついちゃうし。宇宙の声を聞いてみる。声が聞こえたよ。どうだった？もらったカメラをおばあちゃんに返して、もう映画関係のものは必要ないって正直に言う。胃が痛くなってきた。まあ辛いよね。大好きなおばあちゃん特製タルトも食べられなくなるくらいに。おばあちゃんもがっかりするけど、
もうめんどくせえ。今となってはもう、Tinder すらめんどくさい。全然マッチングしねえじゃねえかよ。さすがにバカバカしい。もうしないとだな。というわけで、ゲイブチェン挑発大学への入学を許可する。頑張って学びたまえ。大変光栄ですが、では教授、さっさと講義を始め上がりください。よろしい。レッスン1、相手の弱点をついて動揺を誘え。フェアにやろうなんて考えるな。ねえ、フェアの綴り知ってる？なの当然だろう。俺を何だと思ってんだ。行くぞ。 F-A-R-E だろ。へえ、うっせえな。よし、次はレッスン2だ。いや、強くなってる。挑発は体力勝負だからな。体を鍛えておけ。ギターソロかますのも体力必要だろ。体力なら負けないよ。あんたよりは確実にあるし。って何言って。よし、いいしだ。なわけないだろ。なんだよ、強がっちゃって。んじゃ勝負してみる。レッスン3。はい、勝った。ご教授に感謝します。これで合格ですか？うん、もう教えることはない。よくここまで立派に育ってくれた。いやでも通算成績まだ負けとるぞ。私が手塩にかけて育て、1年かけてようやく決まるのか。ポップな人生の演奏と暗いブレイクダウン。I was afraid this would happen. Well, not then this. 歌ってんのもステフだろ。As my spring colors were blackening, couldn't you see?That I had to go. It's a long way to travel. It cuts through the mountains. Arcadia abdicates its hold over me. So the first step to catch the path should be in company. Me, I'm with you. Yeah, you, you're with me. You said that you knewWould happen. Well, not now this, but some sepia pain. I'm not just running, I'm reacting. That's why you can't see that I must remain. It's a long way from home, and I'm left in the mountains. Stephanie amputatesEverything good, and the first thought I catch when I wake is what's left of me. Do I self-suffice in unlikelihood? I'm done with moveなげえなこの歌。But I'll never go back. I've done my best to pull through. But there's still so much slack. Mistakes are piling at my feet.Push them down into the cracks. It's a long way to home and it cuts through the mountains. Color desaturates, sunlight subdues. But the first snow to catch the light falls on a precipice. A
ね。歌ってんのかこれ。もういいや、よく分かんなくなってきた。時間かかったけどようやく曲になったね。せっかくだし誰かに聞いてもらおうかな。ありがとう。プレゼントがあるよ。ある大物新人の曲を初披露しちゃうよ。書き下ろしたばかりの新曲だから、ぜひ聴いてね。感謝してよバルキリー。このおもちゃ3ドルもしたんだから。新人向けに書いとかないとね。いつになったら来るのかは知らないけど。いいね、私が作った KRCT のロゴかなりイケてるよ。この前ゲイブが電柱に突っ込んでた。自分の曲がラジオで流れてるのってなんか快感。ありがとね、カシア。そのうちニューエデンに戻った方がいいな。じゃ、エラモンは塔の100階から街を見下ろした。すると数千、いや、それどころか数万というおびただしい数の青い糸が頭上から街へと伸びているのが見える。もしかして、あの市長は何か隠してたのかもしれないな。それは魂の糸。蜘蛛の巣のように張り巡らされ、町全体を封じ込めている。エラモンは今その中心にいるのだ。すげえ。TRPG を再開して、もうマイキーめ。私の頭の中にいた。こいつはクイックスビー。かつては偉大な賢者として名を馳せたが、教会の大分裂後に天空評議会を追われ、それから復讐の鬼と化した。クイックスビーはニューエデン中の学者たちを集めて気象コントロールマシーンを作り、千年間太陽を隠そうとしている。だがエラモンがいる限りそんなもんは実現させない。マイキーはいつも気に入って、司祭は斧を振り上げまじないを唱え始めた。この生贄の血を油に、その息を蒸気に変えよう。エラモンは弓を引くがまだ放たない。偉大なるフクロウの王クイックスビー様、この生贄を捧げます。喰らえ。命中。矢は司祭を貫き、そいつは祭壇に貼り付けになった。よし。てか、フクロウの王って何？前回はめっちゃ盛り上がったな。エラモンは大ピンチになっちゃったけどね。クイックスビーとの最終決戦に耐えられるのかな。あいつは強いし。まあ、何にしても壮大なフィナーレを用意してあげなきゃ。マイキーへの恩返しも兼ねてね。エラモンが名誉の死を遂げて終わりにするか、それとも敵を弱くして戦いに勝てるようにするか。ま、最終決定はノートを見ながらやろう。マイキーはいつも気に入ったシーンを絵にしてくれる。マジすごいよ。フィオナとのキャンペーンは終わりそうにないな。ごめんね。ああ、いけない。この T シャツも今のうちシャーロットと飲んだ時書いたんだな。覚えてないけど。才能ってすごいね。イーサンまだ10歳。こんなうまい。あ、10歳やったんや、イーサンって。ここでスタッフの忘年会でもやろうかな。参加者は私だけだけど。
ルキリーは私がいない時しかこれ使わないんだよね。まあ別にいいけどさ。ダッキー、一体何考えてるの？しょぼいツリーだけど、何よりはマシだよね。よし、明日にはこれ剥がしてやるからな。新年にはこういうとこも新しくしないとね。デスメタルのクリスマスアルバム出しといたのにさ、なんで誰も聞かない。雪かきさえしないでいいなら雪は好きなんだ。これは怪しい。大晦日に宝探ししろっての？まったくあいつら何考えてるんだか。宝探し。つまりこいつは自分の仲間を殺してるわけ？ひどいな。一つ目のヒント。大晦日に宝探ししろってのは？まったくあいつら。ダッキーっていつもバーで酒飲んでるイメージしかないのに、こんなのどう作ってんだろう。超能力？シャーロットと瞑想レッスンに参加してみたけど、これ20ドルの価値ある？ある。ここで働き始めた時はオリジナルグッズ、歴史のある店だな。懐かしい。あの頃は楽しかったな。この右にいるやつが多分いいってやつだろうな。今週は3回も練習しちゃったな。誰もいない店でドラム叩くのは結構快感。これはどうすんだ？よし、明日にはこれ剥がしてやるからな。新年にはこういうとこも新しくしない。宗教音楽にインスピレーションもらったことないけど、でもラップのレコードなんか買う人ってレアだ。私の大切な子供たち、いつだって味方だからね。探し物は近くにあるってことは入り口の近くってことかな。ミスティってちょっと変わってるけど、一緒にいると落ち着くね。2回目のデートでバイオレットに貸したやつだ。貸すこともないのかな。バイオレット、バイオレットってこいつ？自分のためにレコード取っといたのに、結局全部クリスマスの時にあげちゃった。ライアンめ、彼女見つけてやろうとしたのに。実はパンクロックよりも鳥の声の方が今年の売り上げに貢献してる。マイキーめ、この頃と比べたらすっかり大人になりやがって。あ、出た。そうそう、こうなんかベンチに座ってね、いたんだよ。ライフイズストレンジ、ビフォーザスの時。いや、バリ懐かしいわ、マジで。リサイクルショップの掘り出し物。見た目はダサいけど、座り心地は最高。ごめんね、ライリー。でも、すぐ好きになるよ。バイオレット、元気かな？バイオレットって Tinder であったやつ？バルにご馳走あげないと。年末はお菓子食べまくっても罪悪感ないよね。自分の曲がラジオで流れてるのってなんか快感。どうしたらいいんだ？もっとやってみようかな。順調に売れるようになってよかった。ここの人たちは真冬でも強がって T シャツ着てる。無理に自然に逆らっても
風邪ひくのがオチだと思うんだけどな。雪かきさえしないでいいなら雪は好きなんだけど。ヒントどこにあんだ。ゲイブ、こんなの書いて恥ずかしくないの？しょぼいツリーだけど、ないよりはマシだよね。あ、適当に歩き回ってればいいのか。次へのヒントが3つも書いてある。ライアンらしいな。あ、電話来た。ハロットのか。嬉しいよ。最後まで生き残って賭けに勝つのは誰か知りたいんじゃ。まさか誰が死ぬか賭けてんの？もう遠い昔のことじゃが、わしは数人の友人とネバダ砂漠に行ってな、お宝を入れた箱を埋めたんじゃよ。わしらの中で最後に生き残った者だけがその箱の中身を独り占めできるというわけじゃ。今ではあまり馴染みがないかの。当時は割と普通にやっとったんじゃが、まあトンチン年金みたいなものじゃな。その友達は何歳なの？わしよりかなり上じゃよ。上って具体的に何歳なの？その手には乗らんぞステフ。じゃあ運命の声を聞いてくる。どんな結果が出てもそれはダイスのせいだから。4か。どうだろう、ダッキーにとっていいのか悪いのか。さてダッキーになんて言おうかな。ダッキー、お待たせ。結果は見えたのか？1年後もお宝は手にしてないみたいだね。みんな結構しぶとい。シャーロットのか。シャーロットのか。
私の大切な子供たち、いつだって味方だからね。ダッキー、一体何考えてるの？ん？どこだ？ここで働き始めた時はオリジナルグッズ売るようになるなんて思ってもみなかった。人生何があるかわかんないね。いや全然わかんねえ、どこになんだろうな。ラジオブースの中かな。ん？私みたいな人間にふさわしいってどういうことだろう。私が作った KRCT のロゴ、かなりイケてるよ。わかんねえな。ライアンめ、彼女見つけてやろうとしたのに。ブースの中かな、じゃあ。ブースの中にはないかな。ないね。次のヒントを見つけなきゃ。どこに隠してあるんだろう。超ボイツリーだけど、ないよりはマシだよね。つまりこいつは自分の仲間を殺してるわけ？ひどいな。いやマジでわかんねえ。これ20ドルの価値ある？ある。ん？私みたいな人間、何これ私が？ありがとう、イーさん。バルにご馳走をあげないと。最高のスモークサーモンだよ。召し上がれご主人様。バルキリーはやけに舌が肥えてるから苦労するよ。年末はお菓子食べまくっても罪悪感ないよね。冷蔵庫を買ってもらえたんだし、 DJ として一人前ってことだよね。
ありがとう、イーさん。次はどこだ。いや全然わかんない、どこにあんだ。よし、聞いてる人。へえ、先輩扱いされちゃった、嬉しい。あー、また戻っちゃった。これ松本連出すと戻っちまうからな、マジだるいわ。次のヒントを見つけなきゃ。どこに隠して。来てほしいような、来てほしくない。やばい年だったね。今夜の MVP は君たちだ。どこだ。来てほしいような、来てほしくないような。ファンファン、え、絶対この辺だとか言ったけど、ないんだけど。え、マジどこ。ヒントを置いたなんてすごいやつもいるな。Thank you.
家っていう私と読むのを楽しみにしてる私の両方がいる。え、ちょっとマジない、どこ、なくね、ちょっと待って、まなくねかこれ、全然わかんねえんだけど、全然全くわかんねえんだけど、どこだよ、もういいのかな、それともなんかよくわかんねえわ、もう訳がわからない、てかもうだるいわマジで、これもうマジでだるいんだけど、もう作業芸でさ かつなんか宝探しみたいになってんだけど、もう超だるいんだけど、マジでだるいんだけど、さすがにだるいわ、もういい加減、E さんのヒントはブースにある機材を指してるっぽい。どれのことかな？ブースにある機材。ブースにある機材。やっぱりこのブースのどっかにあるのか。次のヒントは絶対この辺にあるはず。いや見渡してもさ、え、上の方にあるの、それとも、いや何も反応しないしな。ヒント近いやってる、書いてるやつなくね。めちゃくちゃ古いくせによくまだ頑張ってるよね。大晦日にスモルダーいじるのってどうなんだろう。電話来てほしいような、来てほしくないような。電話来てほしいような、来てほしくないような。このマイクとの付き合いもかれこれ1年近いのか。でもまだまだ離れないよ。いや、ちょ、マジでないんだけど、これバグじゃないかこれ。ちょ、一回ちょっとこれどうしようかな、撤退するかこれ。あ、待って、ヒント出てきた、なんか急に。え、 E さんのヒントはこっちの機材のことのはずだけど。で、なんか急にヒントできたな。私の親友といえばバルキリーだよ。え、今ヒントってなんか急に文字出てきたんだけど、どういうこと。なんかわけわかんねえな。次のヒントを見つけなきゃ。どこに隠してあるんだろう。あとヒント、倉庫は棚？こん中か？自分のためにレコード取っといたのに、結局全部クリスマスの時にあげちゃった。ん？あ、箱、これか。こんなん作ってくれたの？マジ最高じゃん。面白いやつらだな。会えてよかった。
し、そろそろシャンパンを開ける時間かな。誰ともマッチングしなかったな。シャンパン開ける時間、シャンパンどこ。いやもう帰ればいいのかな。いや帰れないな、何も書いてねえ。どうすんのこれ。シャンパンどこ。ん、どうすんだこれ。あれかな、ブースに鍵をかければいいってことかな、おそらく。あ、じゃあシャンパンこれだ。ジェイド、これはありがたくいただくよ。よし、まだ日付は変わっていない。めっちゃこぼれたな。明けましておめでとう、バルキリー。まだ日付変わってねえだろ。すごいね、仕事中に酒飲んでる。さあ、これシーンが飛ぶのかな。ダイアンがいる。何やってんだ。聞きながら一緒に歌ってくれてたみんな、ありがとう。新曲をかける前にまずは電話から。 KRCT のステフだよ。そっちは。いやステフ、もう予言賞はしないって聞いたけど、あと1回だけ頼めないかな。ごめん、もうやめたんだ。なんでやめちゃったんだよ、何かあったの。別に、ただ未来なんて知らない方が人生楽しいかなと思って。そこをなんとか頼むよ。僕が聞きたいのは友達2人のどっちが大きい方。じゃあね。コロラドスプリングスのリシェルからの質問、バルの様子は。前撫でさせてくれたよ。その後ちょっとだけ噛まれたけどね。かなり進歩したでしょ。それじゃあザ・ウェンズデーから新曲だよ、聞いてね。エアドラム。あ、あれ？アレックスおるやん。あ、こん時にアレックスが来て初対面ってことか。まあ、初対面って言ってもこれは完全に初めてなのか、それとも久しぶりの再会なのか。あ、だからライアンもいた、店内にいたのか、今。あ？あー、エンディングスタッフロールですね、これ。なるほどね。まあ、ぜ、ん？あ、じゃあ最初にアレックスと会ったのって冬だったんや。なるほど。
本編は冬から春にかけての物語だったってことやな。いやそれにしても長かったなこれ。3時間半ぐらいやったんだけどさ、これさ、あのこれ俺今あの全く休みなしでやってるんですよね。いやあの1時間からせいぜい1時間半で終わると思ってね、あれぶっ続けでぶっ通しやってんだけど、ダラ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 するんで結局3時間半かかってきて、どうしようかなこれ。あのパート13つって13つって始めたんやけど、どういう風に区切ろっかなこれ。区切り方どうすっかなこれマジで。どうしよう、なんかもうパート14、15とか言ってないけど、無理やりパート14、パート15ってやるか、もしくは前編後編中編。いや前編中編後編3種類しかないかこれ。3時間超えちったからさ、4つ、4分割したらこれどうすんやこれ。前編前前編みたいな感じだろ。前前編前後編後前編後後編、もう訳あかんねえ感じだろ。どうしようかな。いやマジ長かったわほんとこれ。3時間半って言ったらもう本編のエピソード1つ分以上あるよだいたい。マジで誰かった。いや正直これほんまに誰かったっすわこれ。これはね、あのほんまに眠くなった。マジで俺、寝落ちしそうになったもん。マジでガチで長かった。あ、終わった。あ、もうないっすね。いやほんまにもうやることないなこれ。ガチもやることないな。はい、ということでね、これ以上にて、これにて、Life is Strange、トゥルーカラーズの実況は、終わりにしたいと思います。で、最終回なんで今回がね、一応総評を述べさせていただきますと、まあ、先に言っておくと、あの僕このゲームね、まあ、ずっとね概要欄の方には記載してるんですけど、とある筋からね、まあ、無償で、プレイする機会を、提供させていただいてやってをプレイしておりますみたいなもので、あの下手なことは言えないんですけど、まあ、かといって俺忖度するのも嫌なんで、まあ、正直に言うんですけど、まあ10段階評価で言うなら、6ぐらいかなと思いますね。6かね、 6.5 ぐらいかな、そのやと思いますね。いや面白いっちゃ面白いんですけど、だから惜しいね、いろいろと、なんか惜しいと思う。だからね、いやなんか俺はLife is Strangeの最初の1作目とBefore the Stormもやったことあるからこそこういう評価なんだけど、だそれと比べちゃうとね、やっぱね、なんかちょっともったいない感じあるんだよな。まあ、ただそのLife is Strangeで2がなんか聞くところに言うと結構なんか微妙だったらしいから、まあ、多分その前作よりはいいんじゃないかなって気はする。前作やってないか分かんないけど、なんとあのちょっとね、あの1作目に近づけた感じがあるような気がする。前作だいぶね話違ったらしいですからね。だからちょっと原点回帰したんじゃないかっていうのはなんとなくちょっと思う。まあ、だけどちょっとね、なんだろうな、なんかね、テンポというかね、ボリュームっていうかね、なんかちょっとなんかいろいろと物足りない感がある。だから惜しいんだよね。そこら辺がちゃんとできていれば間違いなくもっと評価上がったんですけど、ちょっとそこが惜しいかな。なんかその本編主人公のアレックスとゲームの両親が結局何があったんかとか、なんかゲームが出てきてたけどあれなんだよとか、なんか感情よオーラ読み取るとか言ってたけど、なんか最後の方ほぼ関係なかったんで、あれどうせならなんか最後の最後で感情読み取るっていう能力使ってほしかったなっていうのもあるし、なんかその最後のエンディングがなんかクソどうでもいい、どっちしろどうでもいいっていう、マジで。なんだっけ、ライアンとステフと選べて、で街に残るか音楽続けるかみたいな感じだったけど、全部どうでもいいんだよ正直。正直どうでもいい。ライアンでもステフでもどうでもいいし、街に残っても街に出てもどうでもいい。いやマジ超どうでもいい。結末がマジどうでもいい。それがちょっともったいなかったね。というのも、まあ、このゲームの目的が
お兄ちゃんの死の真相を探るってことだったんで、それ以上でもそれ以下でもないんですよね。だから、まあ、ちょっと最初からある意味ハードル高かったかもしれないですね。着地点が非常に難しいゲームだった気がする。ある程度致し方ないけど、ちょっと終わりがちょっとあまりにもしょぼすぎる正直に言うとっていうのがちょっともったいないですよね。あとパート4パート5がちょっとなんかボリューム短くねみたいな、なんかちょっと展開がねマジでちょっとね急すぎてねちょっとわけあがんねえ正直。なんでパイク味方になったのとか、なんでシャロと味方になったのとか、なんか言うとなんかねよくわかんねえっす。まあ、伏線フラグ回収とかがね、まあ、いろいろあるとは思うんだけど、ちょっとなんかもういろいろとよくわかんない正直。こんな感じですね。そうだな。であとさっきの追加ダウンロードコンテンツもねちょっとだるい、ちょっとだるいわ、ちょっとさすがにだるい、さすがに作業ゲー悪いけどいやなんかね Tinder とかね面白かったけど、さすがにね春夏秋4回 Tinder やったらさすがに飽きたわ俺いや1回でいい正直あれマジでいやあれ4回繰り返すのねマジね虚無、4回やんのとさすがに苦行やったわだから、ね、ほんまにもったいないんですよねマジこのゲーム。ちょなんかそこら辺の改善点をなんか次回作このなんかその反省点生かしてやれば、多分ねLife is Strange 一作目と同じぐらいのねまた評判になるかなと思ったんだけど、あちょっとねこれ正直言うとマジもったいないわマジで、これはもっとね頑張ってほしいなと思いましたねはいという感じでしたがね、なんかいろいろ言いたいことあるんだけど、なんかもう疲れちった俺マジで、3時間半ぶっ通しちゃったからもう超絶疲れたわこれマジでくっそ疲れるよ俺、途中虚無すぎて俺マジ喋りんくなったもんマジで、マジで喋りんくなった途中からあまりにも虚無すぎてこれほんま喋りんくなるよ、えぐいわこれまあまあまあでもね、まあまあまあ繰り返してるけど、まあ決してダメダメなゲームではないです、ダメダメなゲームではない、要所要所でいい部分あったし、まあ普通に楽しめたし面白い部分もあったし、まあ、ただ一番言いたいのはやっぱもったいない、それに尽きる、もったいないっていうのと、あともう一つは改めて Life is Strange 1がねマジ偉大な作品やったなと思う。なんかLife is Strange 1 の, なんかその再評価路線というか、改めてね、本当にいいゲームだったなと思うわ。うん、逆にね、このゲームやることになって。なんか、またやりたくなったもん、俺、マジで。一作目、久しぶりに。そういう感じでしたね。だから、この僕のこのゲーム実況動画を見ていただいた方で、Life is Strange 1 をね、まだ見たことがないっていう人は、ぜひね、まあ、見るなりプレイするのか、まあ、プレイの方がいいと思うけど、まあ、実際自分で一回プレイしてみてほしいなと思います。いや Life is Strange 1はマジで面白いぞマジで面白いよ本当に、あれはマジでおすすめするはいという感じでした、パート10、13、14、15、まあ最後のパートが何本になるかまだ決めてないですけどとりあえず以上にて、Life is Strange ブルーカラーズの実況は終わりにしたいと思います。はい、まあ、Life is Strange シリーズ自体は僕まあ好きなので、まあ、また新作が出たら多分やるとは思います。はいでね、Life is Strange 1はマジで何回やっても多分面白いと思う。はいという感じでした。ということでご視聴ありがとうございました。